傷病者に反応があり、苦しそう、顔色が悪い、声が出せない、息ができないなど、口や喉に食べ物などの異物が詰まっている場合に、異物を取り除く方法を詳しく解説します。傷病者に、喉が詰まったの?と尋ね、うなずくようであれば窒息と判断し、直ちに行動しなければなりません。どうしたの?大丈夫?喉が詰まったの?誰か助けてください。119番通報を誰かに頼み、傷病者が咳をすることが可能であれば、できるだけ咳を続けさせます。咳が最も効果的な異物の除去方法です。傷病者が咳をできない場合は、次の2つの方法を繰り返し、異物の除去を試みます。1つ目は背部叩打法です。背中を叩きやすいように傷病者の横に回ります。手の付け根で肩甲骨の間を力強く何度も連続して叩きます。なお、妊婦や乳児に対しては必ず背部叩打法のみを行ってください。それから横になっている傷病者が自力で起き上がれない場合にも背部叩打法のみを行います。二つ目は腹部突き上げ法です。傷病者の後ろに回り、抱えるように腕を回します。片手で握り拳を作り、その親指側を傷病者のへそより上で、溝落ちより十分下に当てます。へそを確認した手で握り拳を握り、素早く手前上方に向かって圧迫するように突き上げます。腹部突き上げ法を行った場合には、腹部の内臓を痛める可能性があるので、実施したことを到着した救急隊に伝えてください。また、練習する場合は人形を使い、整体での練習は絶対に避けてください。